トーマスの具合が悪い。作業員は懸命に直そうとしたがダメだった。修理工場に行かなくてはならんようだな。エドワードがトーマスを工場に連れて行くことになった。トーマスは惨めだった。それからトップハムハット卿はダックに言った。トーマスが留守の間、パーシーとトビーを手伝ってくれんか。ダックは喜んだ。彼はパーシーとは前に会ったことがあるし、トビーともすぐに仲良くなった。トラクターのテレンスもダックを喜んで迎えてくれた。トーマスの客車たちに親切にしてやりなよ。トーマスがいなくて寂しがってるからね。ダックは客車たちにとても優しかった。兄とクララベルは感激した。なんて素晴らしい人なの。ダックと出かけるのはとっても楽しいわ。トーマスが工場から戻ってきた時、兄たちはダックがどんなに素晴らしかったかを話した。トーマスは帰ってきたのが嬉しくて、焼き餅を焼くのも忘れていた。トーマスは修理工場でハンドブレーキを固く締めてもらったはずだった。ところが実際にはブレーキの効き具合が悪くて、トーマスはプラットフォームを行き過ぎてしまうことが何度もあった。トーマスはひどく決まりが悪かった。それで機関士と助手はブレーキにとても気をつけるようになった。ところがある日、トーマスの助手が病気になり、代わりの助手がトーマスに乗ることになった。代わりの助手は連結器を固く締めた。そしてプラットフォームで液晶や機関士と一緒にヘンリーの客を待っていた。助手はトーマスのハンドブレーキのことをすっかり忘れていた。トーマスは早く走りたくてうずうずしていた。あと少しだ。向こうからヘンリーがゆっくりと近づいてくる。ところがその時、トーマスのブレーキが突然緩んで車輪が動き出した。彼は止まろうとしたが、機関士も助手も乗っていないのでどうにもならない。機関士、助手、車掌、そして乗客がホームに取り残された。止まって。アニーとクララベルが叫ぶ。だがトーマスは蒸気を吐きながら走り続けるしかなかった。非常ベルが鳴った。その汽車を止めろ。ちょうど近くにヘリコプターのハロルドがいた。車掌はハロルドに頼んで乗せてもらった。これに乗ってトーマスを捕まえようというわけだ。ハロルドは空高く舞い上がり、トーマスを追いかけ始めた。トーマスはクタクタに疲れていた。止まらなくちゃ、止まらなくちゃ、もうクタクタだよ。次の駅に近づいた時、トーマスはハロルドの姿に気がついた。車掌がヘリコプターから降りてきてホームで待ち構えていた。トーマスはノロノロとホームに入っていった。車掌はトーマスの運転室に飛び乗り、急いでブレーキを締めた。ついにトーマスは止まることができた。トーマスも車掌も本当にほっとし、ハロルドにお礼を言った。いやいや、どういたしまして。お役に立てて嬉しいよ。またいつでもどうぞ。もう二度とこんなことを起こさないようにしなくっちゃな、トーマス。トーマスも全くその通りだと思った。